14日連続で前の週を下回りました東京都は先ほど新型コロナウイルスの感染者が新たに1853人確認されたと発表しました先週の日曜日に比べて1228人減りました2000人を下回るのは6日ぶりですまた重症者は昨日から3人減り264人でした